抱え込みの2回宙返りですね。ちょっと着地が前に出ましたね。16歳の中国の楊波でした。後転跳びという俗に言うバク転という技なんですけども、はい、本当に膝が伸びて綺麗ですね。加納さん、そうですね、この中国の選手はジャンプの開脚姿勢ですとか振り上げた足の美しさというのはもう一番でしょうね。一つ一つの技術が正確という点は日本の選手はもうまだまだ見習ってほしいと思いますね、はい、やはりでも演技全体から言いますとやはりなんとなくあどけなさが残るような演技ですね。この部分ですね。あ、これ月面の部分ですね。そうですね、最初のところですね、はいはい、でその前の後転跳びという技で、はい、膝がこう伸びてるというのが非常に印象に残りました。なるほど、そうした基本的なところをきちっとやってるわけですね。そうでしょうね、それも体操競技の一つですね。やはり正確に美しくということが体操競技では必ず言えますね。一人っ子だそうで、まあ、1日だいたい6時間は練習しているというこの中国の楊波。10点満点を出して現在4人演技を終えてトップのボギンスカヤ。随分気さくに答えてくれるもんですね。そうです ね、 ねえ、もう全部終わってホッとしてるんじゃないですかね。なるほど、なるほど。さあ、中国楊波の得点が出まして 9.775、 メリナ・マブロディエバです。跳馬に引き続き2種目目の出場ですね、この選手は、はい、その跳馬は5位でした、はい、ブルガリアの多分エースですね、ラインクロス割ったかどうか、はい、ちょっと微妙なところですけれども赤旗は上がっていません。はい、上がりませんでしたね、はい、後方の2回の伸身の違いですね。前方宙返りから抱え込みの2回宙返りですね。最後にムーンサルトを持ってきましたよ。そうですね、最後はちょっと惜しかったですね。ラインオーバーしましたね。ブルガリアのマブロディエバです、けれども1本目に伸身の2回宙返り、はい、最終タンブリングに抱え込みのムーンサルトと、まあ、ほとんど男子並みのタンブリングの構成ですね。本当ですね、はい、最後にあのムーンサルトを持ってくるということは相当の力がないとダメなんでしょ。1本目でも矢田選手がまだ全員というわけではありませんから、やはりこの選手が種目別に出てくるっていうその強さがこういうところにあるんでしょうね、まあ、それとブルガリアといいますと新体操でね、そうですね、随分強い国なんですが、はい、まあ、そういう新体操のいわゆるエレガントさみたいなものがこのマブロディエバにもありましょうかね。そうですね、はい、それとブルガリアはあのスポーツの専門学校というのがありまして、はい、10歳から入れるようになっているそうですね。やはりそういうところでエリート教育をされているからだと思いますね。なるほど、あのトマスですね。それでもやはりその環境的なものは素晴らしいですね。練習が十分にできるような生活時間帯とそれとあの授業を組まれているみたいですね。ボギンスカヤが1点満点を出したボギンスカヤがリンゴを食べて飲み物を飲んでますが、これは演技を終わるまで、お腹の中に入れるのはちょっと我慢してたんでしょうか。どうなんでしょうかね。あの体を動かすとき、これは私の経験ですけども、はい、お腹いっぱいでしたら動かないんですね。ですから少しお腹減ったなというぐらいの方がよく動いてました。まあ、
全ての演技が終えてほっとして、まあ、お腹が減ったというのが気がついた。得点が出まして 9.825、 ブルガリアマグロディエバ、中国の陳水艇。加納さん、この人の特徴は？そうですね、ハンブリングが非常に強いということですね。こういうところですね。ほとんど助走をしてないんですね。テンポ宙返りから屈伸のムーンサルトですね。こういうジャンプ系の高さも非常にありますね。先ほどの平均台ではなかなかユニークな陳水艇という名前がつくかもしれないという新技を見せてくれた陳水艇。ここもほとんど助走しないでテンポ宙返りから2回宙返りですね。最後のタンブリングですけれども、抱え込みのその姿勢に注目してください。綺麗ですね。はい、これなんですね。素晴らしいですよ。です、はい、やはりボギンスカヤ選手でさえ最後の宙返りで足を開いてますからね。それに男子でも3回宙返りですとか鉄棒の追い技でも足を開く選手がいる中、やはり、はい、足を閉じてしかもつま先まで伸ばしてっていうのはやはり体操競技のもう最高の追求ですね。そうですね、ですね、綺麗かったですね。こういう表現はおかしいかもわかりませんけども、フライパンにですね、はい、豆をいっててパチンと飛ぶ、ああいうタンプリングのような気がしませんか。あ、パンパンパンそうです、ね、と弾むね、はい、非常にそういう印象。先ほどの陳水艇得点は 9.912 でした。さあ、日本の池谷の得点が気になるところです。ダニエラ・シルバ氏登場しました。ボギンスカやライバルが10点満点を出しています。3つ目の金メダルを狙ってくるでしょうね。ルーマニア国内で人気あるヒットソングのメロディーをアレンジしました。テンポ宙返りからですね、屈伸のムーンサルトですね。団体の自由で10点満点。ソウルオリンピックも今年のヨーロッパ選手権も前回のロッテルダム世界選手権も全部このゆかで金メダルを取っているシルバシュ。今のようなターンは正確で非常にいいですね。2回ひねりから前方宙返り往復して2回ひねりですね。さあ、この後からですよ。曲のイメージが変わります。さあ、場内手拍子。そうですね、こういう演出が非常にうまいですね。